中国語勉強したときにピエロは絶対言うなって言われた。自分から先にピエロっつうとマジでめちゃくちゃピエロに見られるらしい。やけんなんかピエロとかでもピエロは絶対使っちゃいかんみたいな。そのピエロ中国住んどったっちけど、シャンデリアを買ったらしいちゃんね。それをつけたピエロにシャンデリアがピエロ落下してきて、もうぐちゃぐちゃに飛び散ってピエロ怪我したらしいちゃんね。でもピエロ業者に連絡して、そしたら業者もうわーピエローみたいな感じで来て、でこちらこそすいません夜中に呼び出してしまってみたいにピエロしたら、あじゃあピエロしますねみたいな感じでピエロ言って帰ったらしい。ピエロじゃない？だからピエロの何でもすみませんっていうピエロあんま良くないらしいっちゃんね。